ック、あそこまでジャンプできるか。ああ、できると思う。いいか、よく聞け。あの扉を開けたら、長年謎に包まれた秘密が明らかになる。扉を開けたら？博士、壁画の意味が分かったんじゃないんですか？鍵が意味することなど到底理解できんさ。科学的な利益があるのみだ。僕は理解してます。あれは世界の終わりを意味してるんです。だから鍵を壊さないと。こうしてても無意味だ。ナック、取りに行け。了解。ルーカス、そこをどくんだ。いやだ、重大な危険とあった。行くべきじゃない。だが博士が決めた。私は従うだけだ。その博士が決めたことで僕たちは捕まって、お前は撃たれた。ナック、本当に納得してやるつもりか？でもないけど。ほら、やっぱりな。どんなに計画が馬鹿げてても誰も博士を止められないんだ。博士、ルーカスが正しい。そうか、二人で歯向かおうってのか。博士、二人の言う通りだ。なんだお前まで。間違ったことをしたら教えてくれと言ってただろう。一週間前は巨大なレリックのことなんか知らなくても平気だった。扉を開けたら、それかビクターに開けさせたら、大きな変革の本当の意味を知るだろう。大惨事になるかも。ああ、わかった。鍵を壊そう。ナック、ビクターの手に渡る前に鍵を始末するんだ。うん。あまりにも危険だからな。私がいただく。行かせない。ビクターに鍵を届けたらあんたを始末する。博士、来た道を戻ってくれ。私はカトリーナを追う。石が邪魔で先には進めないのか。おとなしく鍵を渡すしかないよな。あら、この鍵よ。ごめんなさい、ダメなの。でも代わりにこれをあげる。ああ、やっと道が開いたわ。ナック、またね。生きてればだけど。長くは持たないな。溶ける前にもっとレリックを見つけないと。鍵は渡さない。鍵を取り戻すんだ。奴らが使ったらどうなるかわからんからな。ちょっとチクッとするわよ。鍵は私がいただく。
ナックは任せたぞ、カトリーナ。離陸の準備をしろ。奴ら鍵を持ってる。奴らを追いかけるしかないな。ロープに急げ。カトリーナはまだ生きてる。助けないと。待ってる時間はない。先に行ってろ。急ごう、ルーカス。世界とお姫様を救おうじゃないか。きっと急いでたんだな。床が作られてない。ああ。このエアシップを作った時、作業員の安全を確保する何かがあったはずだ。あれだ。レビテーター。はあ。こいつは使える。飛ぶぞ、確保しろ。ワン、ツー、それ。ナック来い。ん？このエアシップはトログド鉱山に向かってる。ビクターは行動が素早いな。これはすごい。あと何分かでグンダハールの領土上空だ。工場の近くなのか。いや、かなり遠いようだ。さて、こうしたらどうだ。お？シャルロットを助けに行くのか。あの鍵を取り戻さないと大変なことになる。もちろん分かってる。シャルロットより鍵が先だ。ってことで急ごうじゃないか。どうぞ、博士。エアシップの中をなんとか来たが、鍵は絶対この近くだ。見つけたぞ。あそこにビクターもいる。懲らしめてやろう。罠だ。ああ、その通りだ。カトリーナは死んだ。お前たちがくだらない妨害をしたせいで、今度は自分の番だ。まだ間に合うぞ、ビクター。取り返しがつかなくなる前にこれを止めるんだ。もう誰も死なせてはいけない。黙る。いいか、皆いつかは死ぬんだ。カトリーナが我々の夢のために命を落としたのなら、それは美しい死だ。だが彼女は無駄死にした。お前たちもな。さよなら、博士。
Oh!